ほい。うん。ハリセン意外といいね。音は普通だけど。で、そうだね。オーズのグルーワと、騎馬行動はまだ行ってないんだよね。じゃ先にこっちから行くか。大筒を敵に当てて、倒す。琥珀の入手、奇襲か。さあ、ハリセン。どんなもんかな。ああ、意外といて。意外とタイミングがね。痛い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 。おー、なんで今回転できなかったんだろう。そのあたりがよくわからんな。いへまあこうなるか。よし、オッケー。もう役目終わりだね、君のね。で、もう一体ね、多分、はぐれがいるんだよね。さあ、居合がね、2連続でできるようになってるんで。いけーな、あれ。やらしいなこいつは。で、痛いね。2回目。空中で使うのは難しいか。さあさあ、急いでいきますか。結構いろいろやってたら夕方になるね。早いな、時間の流れ。そうきたか。で、意外とめんどい。あれ、あと一体、あ、いたいたいた。いやー、ここは2回とかしたくないな。レアなものがない限りは。こっちはさあ、粉ゲット。金はなしと。うわ、やっべえな。
やばい、後ろやばい。いや、ちょっと待った。多分ね、大砲です。それなりに邪魔はできるだろうから。やべ、あ、いいね、いい仕事してるね。うわ、全然ひるまないな。はい、うん、ハリセン、ハリセン意外といいね。音は普通だけど結構いい音するのかなと思ってたんだけどな。ちょっと期待外れ。さあ、たけりびの隠し金山出たね。んじゃあ次こっちかな、行くならね。じゃあ入っていきましょうか。たけりびの金山、あー、そういうことか、鉱石ね。やっぱなんかあるな。あ、これ以上はいけないの。いけそうでダメか。わ、結構深いね。金が出たってことは同じ感じで金が出るか。キノコね。出ないね、なかなか出ないね。おお、金出た。ちょっと遅くなったけど、いい感じに出てるね。よし、飯飯。飯食って行くならもう一つの方か。まあね、ちょっとだけ武器が強くなってる分。あー、ダメだ。まだ、次回はいけないか。農作業しないとダメだ。モグラの炎症具作り休み。こっちも？あー、二つ。こっちなんだろうね。キワコード行ってみるか。ダメか。痛い、それいかん、それいかん。あれ、ギリだった。あ、危ねえな、まだいたな。針に落とされるのは一番たまらんね。いてえ。あのやる。いやー、きちいな。地形ダメージか。そうなんだよね、探索であげないとこのゲーム何も意味なかったりするから。
何でか当たるかな。ちょっと待った、暴れ駒になってるね。なんかおかしい、おかしいと思ってた。これで OK。 全然削れねえんだよな。よし。そんな刺さり方あるか。痛い。嫌がらせすげえな。そうなると居合で飛ばせるんだよな。電光石火車輪弾にして、王冠を電光石火に変えるか。いやらしいねー、このマップは。で、オッケー。地形ダメー、地形をつける。痛いねー。いいのかな。痛い。ボールっぽいな。あ、やばい音がしてる向こうで。あの熊のスーパーアーマーがえぐいんだよな。いやー、あれはきついよ。まあとりあえずクリアにしとくか。もう一回来ないといけない感じだね、探索度的にね。地形ダメージで倒す、なかなかきついなー。ミツグルワーもちょっとやっとくか。基本探索度だね。
とで、あとあと3体ウサギ、こういうウサギ、いや、スズメが来た。そっかそっか、いたいたいた、よし、これで OK。 逃げる。あー、探索が出るのね。そうか、次斬撃系とかに変えるか。ハリセン打撃なんだよね。こっちも、あー、打撃ばっかりなのか。残がない、残がないのか。意外と武器の属性は大変だな、やってて。で、さて、出しの前に、あ、夕げの支度中。いいですか。あ、また金太やらかしたのか。つまみ食い、わかるですよ。目立つとこそ置いとく方も悪いんだ。もう、キンタ、こっちを向いてください。なんだべ、おいら目を見せて。赤いまぶたも腫れています。話終わりです。目を洗ってきて、急いで。ほう、いただきます。なんか病気かなんかか。あ、アイガも連れてきたね。おはようございます。はい、おはよう。昨日はどうしたんじゃ。金太の説教を途中でやめておったが。ああ、金太が目の病になりかけていましたと。病とのはそれで目を荒らせたのか。おはようございます。おはようございます、さくらさん。見れてもおはよう。おはようございます。おー、寝たら目すっかり治ったで。よかったです。つまみ食いなどするからね。んだところ多分違います。何か心当たりがあるのか。田んぼの脇に小枝目だと思います。人が出したものを合わせて貯めておくと肥料できますが、それと一緒に毒の煙も出ます。体しっかり洗えば大丈夫ですが、できれば声だめ使わないいいです。声だめか。ああしたものはミルの国では使っておらんの。人の出し物を肥料にする国、珍しい思いです。最悪はしかし、嫌なとでは昔から作物には人糞が一番とされているので、嫌じゃありませんか。思うことが全くないと。まあ確かにね、夕場の糞なら綺麗というわけでもなかろうし、これも性の循環、ヤナトミトにとって性嗜好にも通ずると。そうだな。ほう、都には口から尻、口や尻から五穀を出す豊穣シンボルと聞くぞ。マジか。わかりました、ヤナトではヤナトミトの考え一番ですと。ああ、でも薬がいるのね。やあ、寿司ね。さあ、植えるか。で、ヨボリ穴が出たと。ああ、じゃあここの探索度が必要だったわけだね。いやー、ってことはここも120秒以内で不破か。マジか。受けてみよう。どこを見ておる。
まあそうか、120秒っていうところで言えば解放しなくてもいいんだもんね。回避が、さすがにないか。さあ金は集まり始めた。技の粉ゲット。いい感じ。痛い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 。開けるってことは、こっちはやっぱ当たりじゃなかったね。さあ金ゲット。こんなに金もらっていいのかな。私は当たりっぽい。いやー地図欲しいな。これは逃げよう。意外と遠かったね。巨獣の泉で試しに出るかやってみるか。ではない。やっぱ出ないよね。夜だけか、出やすいのは。とうとう犬3匹目。また犬を連れてきよったのか。はい。あまり生き物を増やすのはどうかと思うんじゃが。ってことは猫も3匹ぐらいになるかな。お召し出しても最初に出たかろうし、わしの仕事も少し楽へろう。ありがてー。